この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくねカラフルで素敵な作品ですよね。二日酔いのピカソさんの作品で、ブドブドコ。こんにちは、私は今高校2年生で、将来は漫画家やイラストレーターになりたいと思っているのですが、未だに画風が定まらなかったり、キャラクターデザインがパッとしないことに悩んでいます。書き入れたいものが多すぎてごちゃごちゃになることが多いです。その上で服のシワや体も自然な形で描けていないと思うので、そういった点を添削していただければ嬉しいです。添削してほしいポイントはキャラクターデザイン、服のシワ、体、色などです。よろしくお願いしますとのことです。まずですね、この絵をパッと見て僕が思ったのは、この絵楽しいということです。色センスが独特で見ていて楽しいなっていう風に思いました。それとこの女の子の目にハイライトがないんですけど、なんとも言えないね、引き込まれる魅力がありますよね。二日酔いのピカソさんの描くキャラクターは独特な雰囲気があって、この女の子何考えてるんだろうなっていう風に気になるなっていう風に思わされました。でどこを添削していくかなんですけど、まあもちろんね、服のシワとか体とかそういう細かい部分も一応気にならなくもないんですけど、そこよりもですね、ご本人も言っているように、描きたいものがごちゃごちゃしてしまっているという部分が気になってるんですね。特にこの子とブドウの関係が今ちょっと曖昧でですね、この絵をどう捉えていいのかわからないような感じがしています。というのはですね、ブドウ園に来てくださいっていう広告なのか、ブドウを擬人化したキャラクターなのか、でもこの子を見ていると真顔でほっぺた膨らむぐらいね、必死で口の中にブドウを詰め込んでいたりして、なんかブドウに対して並々ならぬ思いというか、かなり病的なまでにね求めているような表情をしているので、ブドウは何かの象徴、比喩として書かれているような感じもするんですよね。とこんな感じでいろいろな疑問が浮かんできて、それを振り切れないうちに書いてしまっていて、分かりにくくなってしまっている印象があります。もちろんね、書き出しはそれで構わないんですけど、書いてる途中でごちゃごちゃしてきてしまったなっていう風に感じたら、一旦立ち止まってコンセプトを立ててみることをおすすめしたいです。なので今回のテーマはコンセプト、ここに注目しながらですね添削を進めていきます。今回はですね、この子とこの無表情もぐもぐ、ここにね僕はすごく惹かれましたので、ブドウが何かの象徴として書かれているという過程で添削していきたいと思います。ただ今回の添削はコンセプトの整理ということなので、かなりねややこしい内容になるかもしれないです。もしかしたらちょっと難しくて何を言ってるかわかんねえよっていう風に思う人もいるかもしれませんが、あえてね今回はそんな難しい課題にチャレンジしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずですね、コンセプトを最初に説明し始めちゃうとめちゃくちゃ長くなってしまう可能性がありますので、まず早速修正を加えていってしまいます。最初はシャツの色を修正します。やってみましょう。はい、一旦真っ白にしちゃいました。そこからこうします。はい、シャツの字を白にして、上から滴ってきたブドウ汁でねカラフルに染まってしまったという感じにしました。理由はね後から説明します。次にね、背景のこの文字なんですけど、この文字、グレープって書いてあると思います。ね、ブドウですよね。でもこれ文字で書かずに絵に変換した方がいいなっていう風に思いました。この文字のカラフルな感じはすごく惹かれるので、この子の上からねカラフルなブドウが垂れ下がっているという感じにしてみましょう。
はい、ちょっとね現実ではありえないぐらいカラフルなブドウが垂れ下がっていますが、これはねなんでか後でわかると思います。続きやっていきます。はい、文字でね、ブドウを表現されていたんですけど、これを本物のブドウに変換してみました。で、ブドウが唐突にぶら下がっているのも変なので、ブドウの上に葉っぱやツタなどを描いて、ブドウ園のようにしてあげた方が自然かもしれないですね。やってみます。はい、上にね葉っぱをつけてみました。垂れ下がった上の部分を葉っぱでこうやって隠してあげることによって、ここからブドウがなってるんだなって自然に想像ができて、ブドウの唐突感がなくなりましたよね。ここで少しレイアウトを考えて人物をね少し拡大してみます。はい、こんな感じですかね。さあ、上にブドウ棚を作ったので、葉っぱやブドウの影になって人物に影が落ちるはずです。やってみましょう。はい、影を落としたことによってさらに人物の存在しているこの状況が想像しやすくなったと思います。さて、この段階でここまで変更してきた意図についてちょっとお話ししておきたいんですけど、まず最初にはっきりさせたいのが、この絵で何を伝えたいのかという部分でした。今僕がやってきた変更はですね、大量のカラフルなブドウがぶら下がっています。そしてそれを自分が汚れるのも気にせずに真顔で、しかも夢中で口の中いっぱいに頬張る女の子という状況を描くことです。これによってこのブドウをですね、ただのブドウではなく、この子がどうしても欲しいものの象徴として見せたいんですね。そうです、この絵のコンセプトを僕はどうしても欲しいものとしました。しかもシャツの汚れはですね、見方によってはすごくカラフルで綺麗ですから、あー、この子はこのブドウの持つこの鮮やかな色こそが欲しいんだなという見方もできるようになるわけです。これちょっとついてこれてますかね。大丈夫ですか。さて、だんだんコンセプトがはっきりしたところで、ここからはこの絵の中で今の時点では少し意味が薄くなってしまっている部分を意味のあるものに置き換えていくということをしてみたいと思います。例えば最初はこの背景にあるこの紫の格子模様なんですけど、これは特に意味がないもののように思いますね。まあ確かにね、格子状のものをデザイン的にかっこいいからここに置きたいんだという気持ちはわかるんですけど、じゃあそれが必然的かっていうと、ちょっとこの絵にはまだ馴染んでいないような気がするんですね。なのでこうします。はい、格子模様を斜めにしてですね、ガーデニングで使うようなウォールフェンスにしてみました。こうすることで、あ、これはブドウのツタを這わせるフェンスなんだなっていう風に理解できるので、格子模様を無理なく画面に配置することができます。
なので早速ブドウをフェンスに這わせていってみましょう。はい、こんな感じですね。あとはこの子が食べているブドウなんですけど、ちょっとこれももったいないですね。口がめっちゃ膨らんでいるので、すごく口にブドウを含んでいるのがここだけで理解できます。なのでここに食べかけのブドウを持たせるのはダブルミーニング、絵的にちょっともったいないので、ハサミとかをね持たせたいんですが、ちょっとポーズが難しいので写真を撮ってみました。はい、こんな感じのイメージにしてみたいと思います。ちょっとブドウがねなかったので鹿を持たせたっていう謎の鹿なんですけど、こんな感じのイメージにしていきたいと思います。はい、ハサミを持たせました。これでブドウ狩りをしている感じがさらに増しますし、何よりも刃物を持たせることによってこの子の危機迫る感じをさらに強調できると思います。無表情でここまでほっぺたが膨らむぐらいブドウを頬張っているって、見方によってはかなり怖いですよね。でもそのぐらい周りから見たらおかしくなるぐらいにこの子はブドウを欲しているんだという表情をこのハサミでさらに強調することができます。あとちょっとですね、目の高さ、ここまでねブドウが来ていますが、それだとすごい低いところにこのブドウ棚を設置してしまったことになってしまって、状況的にちょっと変な感じもしますので、この状況が変に見えないようにしましょう。こうします。はい、脚立を描きました。これで脚立に登ってブドウを積んでいることになるので、そこまで変じゃない状況になると思います。あとね、さっきから容赦なく文字を消してしまっているんですが、ピカソさんごめんなさいね。でもね、絶対に文字を入れちゃダメっていうわけではなくて、例えばこんな感じならありかなって思います。はい、Welcome my vineyard、 私のブドウ園へようこそっていう看板ですね。まあようこそって言ってる割にね、この子絶対僕らにブドウを分けてくれるつもりはなさそうですからね。この言葉とのギャップがさらに面白く感じられるのではないでしょうか。キャラクターについてはここまでですね。ピカソさんは僕にキャラクターデザインを指摘してほしいと言いました。でも結果的に顔はこんな風にほとんど隠れちゃって、特徴的だった帽子とメガネ、あと片目もね隠れてしまいました。それとこれも特徴的だったんですけども、シャツのね、文字も消してしまって白になってしまいました。そして人物も暗く影になって一見見えづらそうになったと思うんですけど、でもね見比べるとなんかこの人すごく気になるようになりませんか。お前何そこまで思い詰めながらブドウ食ってんだよっていう風になりますよね。キャラクターデザインってもしかするとかっこいいシルエットでかっこいい服を着せてかっこいい色をつけるのがキャラクターデザインだと思われるかもしれませんが、それは一面的なものの見方です。それだけがキャラクターデザインかというとそれは違います。だって目的もないのにただただいい感じのデザインを目指してキャラの見た目を考えていっても、それではゴールがどこにあるのか分かりません。それではどこまで行っても完成しないデザインになってしまいがちです。そんな時にはこの絵が何を見せたいのかをまず考えて、コンセプトをまとめてみる。そしてそのコンセプト、あなたの思いを一番伝えてくれそうなキャラクターの見た目を考えてみること、これも実はキャラクターデザインのやり方の一つですね。
今までのピカソさんのやり方とは違うかもしれませんが、そういうやり方を意識してみるともしかしたら次はうまくいくかもしれないです。試してみてください。で、ここまででももう十分なんですが、少し画面が散漫な印象になってしまった気がします。それはいろいろなモチーフを描いてきたので少し視線がばらけてしまったからですね。なので最後の仕上げでそこの違和感を取って、見てほしい部分に対して視線を集中させる修正をしていきたいと思います。まずね、ここを直します。はい、こんな風にですね、画面の上、手前側にですね、ブドウのシルエットを追加しました。こうやってぼかした前景を置くことで、画面端の密度を緩和して、よりキャラクターに対して視線を集中することができます。ほら、見比べるとですね、キャラクターに自然と目が行くようになりませんか？ほら、すごいでしょ？あとね、目ですね。目は基本いい味を出してるなっていう風に思ったんですが、片目が隠れてしまったこともあって、もう一方の目はより描き込みを増やしてもいいかもしれません。やってみます。はい、ウェルカムって言っている割に全然ウェルカムじゃない目ですね。むしろくんじゃねえ、このブドウは全部私んだって言っている目に見えます。あーでもね、こういう目で見られるとゾクゾクしちゃうの僕だけですかね。はい、それでは、口元の汚れも少し調整していきます。はい、口元のブドウ汁をもう少し視線がここに集まるように目立つ色、ピンクにしてみました。上にあるシアンがかったブドウもそうなんですが、こういうちょっと現実にはないようなブドウの色にしてあげることで、このブドウがただのブドウではない、この子が欲してやまない何か、象徴としてのブドウなんだというメッセージを含ませることができます。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変わりました。結構ね、今回はコンセプトから変えたので見た目がね、すごく変わっていると思います。いかがでしょうか。はい、じゃあ最初から解説していきましょう。最初はね、こんな感じです。すごくカラフルな印象で色がね、綺麗だなっていう風に思ったんですけども、その反面ね、いろいろ詰め込みすぎて何を一番言いたいのか分かりにくい印象になってしまっているなということをご指摘させていただきました。まあ、添削の中では言わなかったんですけど、このね、チョコブドウ、これよく見るとチョコブドウになってるんですが、ブドウって書いてあるのにチョコブドウっていうね、必然性がちょっと分かりづらかったっていうのもありますね。まあね、確かにね、可愛いんですけどね。なのでこういう風に変えてみました。ブドウっていう文字をもうそのままブドウに置き換えてしまう。そこから滴っているこのブドウ汁、これをね、強調するために白地の T シャツにしてしまいました。そしてこの状況が不自然にならないように、こんな風にね、ブドウ棚をちゃんと書いてあげて、でそこから落ちる影なんかも書いてあげて、この状況が不自然じゃないような書き込みを増やしてみました。でさらにね、この後ろのこの格子マークですね、これも確かにデザイン的にはかっこいいんですけども、でもこの状況に沿うのかって言ったら何であるのかちょっとわからないっていう部分がありましたので、こんな風に置き換えてみました。ね、ガーデニングとかでよく使うゴールフェンスですね、これに、ブドウのツタをこんな風に這わせることによって、格子マークがここにあっても特に不自然じゃないような、状況を作り出してみました。はい、で次がこれですね。はい、ちょっとね、手に持っているブドウだったんですけども、もうめちゃくちゃ頬張っているので、ここに改めて持たなくてもいいだろうということでですね、ブドウではなくてこんな風に、ブドウ摘み用のね、刃物、ハサミを持たせることによって、この子の内面の切迫した感じをより強調できるよという話をしました。で、あとは文字ですね。文字もね、全部消してきちゃったんですけども、全部消す必要とかも特になくて、こんな風に、Welcome my vineyard、 私のブドウ園へようこそ、全然
ようこその目をしてないんですけども、こんな風にあえて書くことによってこの子とのギャップが生まれて面白いのではないかという話をしました。であとはね、脚立を追加してこの、高さが不自然にならないように調整をしました。で最後にちょっとこの画面全体にまんべんなく、物を配置してしまって視線がばらけてしまったので、最後にこんな風に前景を追加したりですね、あとは目をちょっと描き込んだりして真ん中に視線を集中させるということをして添削終了です。今回は絵の見せ方についてもそうなんですが、その前の段階、コンセプトをどう絵に落とし込んでいくかというところで結構難しいことを言ってきたと思うんですが、いかがだったでしょうか。ね、分からない場合はね、もう一回見ていただくとちょっとね、腹落ちするかもしれません。まああとコンセプトから僕が関わると僕の好みがすごく反映された絵作りになってしまうんですが、ね、最初から結構全く違う絵になってしまったと思います。まあでもそれでも考え方は取り入れていただけると思いますので、コンセプトの考え方の部分、そこをねお役立ていただければ嬉しいです。また今回もしかしたら純粋にキャラクターデザインの方法論についてあまり語ってこなかったんですが、これについてはこちらの動画、簡単6ステップ誰でもキャラクターデザインができる方法でですね、キャラクターのシルエットで特徴を持たせるやり方や配色の考え方など技術的な部分を具体的にお伝えしております。デザインしやすいテンプレートも無料で配布しておりますので、興味がある方はこちらもチェックしてみてくださいね。それでは最後に行ってみましょう、あのコーナーです、気まぐれじゃんけんのコーナー。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。